戦勝記念塔地図戦勝記念塔は、ドイツ・ベルリンのティー・アガルテンの中央部にそびえ立つ、高さ67メートルの石像の塔である。塔の頂上に、金色の勝利の女神ビクトリアが立っている。デンマーク戦争での勝利を記念して1864年に建設が始められ、1872年に完成した。この間、広戦争、不戦争にも勝利し、 これら戦勝をも検証する建造物となった。島内部は、頂上の展望台に通じる285段の螺旋階段が設けられている。当初、帝国議会前の広場に建てられていたが、ベルリンを世界首都に改造するヒトラーのゲルマニア計画の実施に先立ち、1939年に、現在のティーアガルテンのグローサーシュテルンのロータリー中央に移設された。 東大座には大勝利の模様を描いた同伴レリーフが4面、はめ込まれている。これらのレリーフのうち、不仏戦争とデンマーク戦争については、第二次世界大戦後、フランスへ持ち去られていたが、独仏優和を第一とするミッテラン政権時代に変換された。第二次世界大戦の際、ベルリンの市街戦で、兵士たちがここにこもって戦った。 広場の石には大きな焦げ跡が残り、塔自体にもあちこちに大小様々な銃撃や砲撃による弾痕がある。島内部の壁面は他のヨーロッパの建築物と同様、世界各国から来た観光客が書いた落書きだらけである。ありがとうございます。